は桃井くんの番よ。ちょっとめぐるくん、よそ見しないでよ。早く取りに行かないとボールが流れていってしまうわよ。ごめん。やれやれ、やっと追いつけたよ。めぐるくん、早くボールをこっちへ返してよ。そんなにせかさなくても。はいはい、わかりましたよ。いやー、感服ですな、兄さん。え？なんだ、ザップか。そんなところで何してるの？何って、写真撮りに来たに決まってるやろ。写真？まさか水着の？ピンポーン。出ろ、みやこちゃんとしのぶちゃんの写真撮って送ったら10万円ゲットできそうやと思え。ダメ、そんなのダメだよ。あー、でもさすがに2人を画面に入れると小さすぎていまいちやな。どっちか1人に絞らんとな。な、どっちの水着の方がええと思う？どっちって言われても。そんな難しく考えんと、直感と好みでええから。僕は忍が着てる水着の方が好みかな。ほな忍ちゃんも取っとこ。ああ、うるさいな。そんなに大声出さんといてや。勝手に写真なんて撮らないでよ。別にええやん、マネージャーみたいなこと言わんといてや。あら、あなたは。みやこちゃんもしのぶちゃんもよう似合ってんで、その水着。そう、ありがとう。あー、そや、さっきめぐるにどっちの水着が好みかって聞いたらな。あえ、好み？なんでもないよ。な、ザップ。せやな、なんでもあらへん。あのさ、ザップは高校生？せやで、そっちもやろ。別に大したことじゃないんだけど、あなたたちはどうしてオフ会をここでやることにしたの？え？ただ会うだけが目的ならここでなくてもいいと思うんだけど。よう覚えてへんけど、確か雅が言い出したんとちゃうかったかな。そうなの？自分で場所を決めておいて来ないなんて、ずいぶん勝手なのね。まだ来へんと決まったわけやないで。何か理由があるのかもしれんし。チャットのメンバーが顔を合わせるのは今日が初めてだったんだよね。せやで。あー、でも1ヶ月前に。
何？なんでもあらへん。あなた、みんなのことどれくらい知ってるの？例えば本名とか。知っとること？そうやな、ハンドルネームと年齢くらいやな。他のみんなも同じやと思うで。携帯の番号とかメールアドレスなんかも知らないの？お互いの個人情報は聞かへんってリーダーのみやびが決めたからな。そうなんだ。あんな、頼みがあるんやけど。何？みやこちゃんとツーショット写真が撮りたいんやけど、シャッター押してもらえへんやろか。ツーショットがあかんかったら、みやこちゃん一人でもええから。ダメ、却下。そんな殺生な。しのぶさん、そろそろ行こっか。ここにずっといたら他の場所を回る時間がなくなっちゃう。じゃあ僕も着替えようかな。まだ待ち合わせ時間まで余裕があるわね。じゃあ他の場所も行ってみようか。僕、お土産が見たいんだけど。そうね、実は私も気になっているお店があるし。本当？実は私もなのよね。まゆみ先生にお土産を買おうと思うんだけど、何がいいかな。やっぱりお土産といったらこれよ。ちょっと待ちなさい。そんなカロリーの高いもの、もしかしたら先生ダイエットしているかもしれないじゃない。まずそうじゃない？それちょっと橘さん、お店の前だよ。じゃあ多数決にしましょうよ。めぐるくん、どっちがいいと思う？やっぱりクッキーがいいかな。食べ終わった後の缶も利用できるし。そうよね。じゃあこれに決定。600円だから1人200円ね。何よ。なんでもない。お待たせ。ちゃんと包装してもらってきたわよ。よう、買い物かい？あれ、シルバー。
買い物っていうか学校の先生にお土産を買ったんだ。へえ、律儀なんだな。今回ここに来るのにお世話になった先生だから。シルバーも買い物？俺はいい撮影スポットを探してただけ。どんな写真撮れば10万もらえるんだろうな。少なくとも今撮ったような写真じゃもらえないことだけは確かね。そりゃそうかもな。あのさ、シルバーはこういうチャットのオフ会とかにはよく参加してるの？え？そうだな。俺はオフ会よりは女の子ナンパして二人っきりで会う方が多いかな。ナンパってパソコンで？ああ、ただし成功率は低いけどな。シルバーは高校生？いや、浪人生だ。18歳だけど、このメンバーの中ではカイと並んで最年長かな。みんなとはいつ頃知り合ったの？3ヶ月くらい前かな。そうなの？みんなもっと以前から友達だったように見えるわ。それにしても羨ましいな。男一人に女二人なんて両手に花じゃん。え？待ち合わせ時間までまだ幾分時間があるわ。そうだね。それじゃあ次はどこ行こっか。観覧車に乗りたいんだけど。観覧車か、混んでなければいいんだけど。それは行ってみないとわからないわ。とにかく行ってみましょう。よかった、思いのほか混んでないみたいね。ありがとうございました。足元にお気をつけください。さんも乗ってたんだ。うん、観覧車で上からの景色も撮ってみようと思って。なんかやたら前のゴンドラが揺れるから、てっきりカップルが乗ってるものだと思ってたんだけどな。まさかめぐるくんたちだったとはね。あヤマトさんは高校生？そう、高校1年だよ。そっちは？私たちは2年よ。じゃあザップやミヤビと同い年ね。実際に他のメンバーと会ってみてどうだった？みんなイメージ通りだった？今までは文字でしかみんなと会話してなかったわけよね。結構ギャップとかなかった？人によっては結構想像してたのとギャップがあったかな。例えば？例えばカイかな。
私カイは男なんじゃないかなってずっと思ってたんだ。なんかいつもなよなよしてて男の腐ったようなやつって思ってたんだけどさ、実際に会ってみたらあんな美少女だったんだもん。びっくりしちゃった。でもそれってお互い様だよね。みんなは私のこと男だと思ってたみたいだから。え、そうなんだ。やっぱ文字だけじゃ男か女かなんてわかんないよ。みんな自分は男ですとか女ですなんて特に言わなかったし。へえ、そんなもんなんだ。あまりにもイメージ通りで笑ったのはザップかな。チャットでもあのまんまだよ。ねえねえ、次はどこに行く？あ、ちょっと待って、時間を確認しておかないと。そうだね、急げばもう一箇所くらいは回れそうかな。ええ、でも待ち合わせ時間には遅れないようにしないと。ああ、分かってるよ。で、どうするのよ、次はどこへ行く？そうだ、次はジャングルパークに行ってみない？ジャングルパーク？そこって面白いの？熱帯のジャングルを再現した施設らしいよ。カヌーなんかも体験できるみたい。なかなか面白そうね。じゃあそこに決定ね。そうと決まれば早く行きましょうよ。ちょっと何なのよこの蒸し暑さ。めぐるくん、出口はまだ？私、暑くて死にそう。出口って、たった今中へ入ったばかりじゃない。熱帯のジャングルを再現しているのよ。この程度の蒸し暑さくらい予想できなかったの？うるさいわね。物には限度ってものがあるの。ここは幾分開けたところだから空気の流れもいいみたいね。それじゃあここで少し休憩でも。ダメよ。え？ほら、先へ進むわよ。ようやく暑さにも慣れて面白くなってきたところなんだから。なかなか面白かったわね、ジャングルパーク。そうね、体験カヌーも楽しかったわ。うん、橘さんに強引に参加させられたけど思ったより楽しかったよ。あれ、あの人どうかした？あそこにいるのカイさんじゃない？さん、あ、めぐるくん。カイさんは今一人なの？ヤマトと一緒にジャングルパークに行く予定だったんですけど、突然こういうところ苦手だからって言ってどこかに行ってしまって。そうだったんだ。それで
カイさんはここで何してたの？ずっと何か見てたみたいだけど。え、それは…私も小さい頃にああやって肩車してもらったなって、なんか懐かしくて。カイさんは一人っ子？いえ、血のつながらない姉が3人いて、私はその一番下なんです。あ、そうなんだ。私は毎日姉たちにいじめられて、お城の舞踏会にだって行かせてもらえないんです。え？嘘ですよ。あ、そうだ。ねえねえ、チャットっていつもどんなことを話してるの？そうですね、学校であったこととかテレビの話とか、そんな感じです。カイさんは学生なの？ううん、高校は卒業したけど、ちょっと病気を患って大学受験ができなかったんです。チャットのメンバーで特に仲のいい人とかっている？ジャップとはよくパソコンの話をしていましたけど。ヤマトとシルバーは気が合うみたいでしたね。ミヤビはみんなのまとめ役って感じでした。チャット以外で他のメンバーと連絡を取ることってないの？ありませんね。ミヤビがチャット外での交流は一切禁止していたので。それじゃあ、また後で。カイさんって、なんだか不思議な人ね。あ、もうそろそろ時間じゃない？うん、そうだね。じゃあ戻ろうか。よし、全員集合したみたいだな。そうだ、めぐる、お前の携帯のメアドを教えてくれよ。僕のメールアドレスを？みんなでめぐるの携帯に写真を送るから、どれが一番10万円に近いか見てくれよ。お前ら新聞部なんだろ？いいけど。来た。ちょっと何よこれ。これはもしかして。そう、僕が撮ったやつや。なかなかの傑作やろ。却下、次。ちょっと待ってえな。なんでやの。あー、デッキー君だ。ねえねえ、どこでデッキー君と会ったの？ここに来てすぐに、入り口のあたりだったかな。
綺麗に撮れてると思わない？それにテッキーくんってレアキャラクターなのよ。確かによく撮れているわね。でも平凡だわ。そうかな。結構いいと思うけど。誰でも考える手だわ。きっと同じような写真が山のように届くはずよ。10万円を狙うならもっとオリジナリティがないとダメね。次はなんだこれ。携帯を逆さまにすればわかると思うんだけど。ああ、コーヒーカップ。そう、普通に撮ったらなんてことないんだけど、逆さまにしたらカップから人がこぼれそうで面白いかなと思ってさ。あ、ほんとだ、なんか変なの。私も今まで見た中ではこれが一番面白いと思うわ。よっしゃ、10万ゲット。おいおい、まだ早いってじゃあ最後はカイさんかな。これは観覧車？知れないけど、ちょっとすれば価値が出ると思うの。こりゃ一本取られてもうたな。すごいよカイ、これがいい。これを応募しよう。せやな、これやったら10万いけるかもしれんな。お前もこれがええと思うやろ。ああ、そうだな。僕にはどこがいいのかよくわからないけど。私にもわからないわ。俺もそのコンテストに混ぜてもらえないか。ああ、もしかして今度こそ雅か？ああ、そうだよ。雅だ。雅？遅れてすまなかった。もう会えないかと思ったよ。うっそー、本当にミヤビ？いやだ、超かっこいいじゃん。もしかして彼が最後のオフ会メンバー？そのようね。みんなと一緒に行動してるんだって？あ、うん。ザップから俺の写真を君の携帯に送るように言われたんだけど。ああ、僕のメアドは。今送ったのが俺の撮った写真だ。ありがとう。写真は却下ね。カイの送ることにしちゃったから。へえ、
どんな写真なんだ？これは。ね、いいでしょ？ああ、文句なしだ。ねえねえ、それより私たち誰が誰だかわかる？タオルを巻いてるのがシルバー、ショートカットがヤマト、メガネをかけてるのがザップで、そっちの小さいのがカイだろ。大正解！さすがリーダーだな。でもなんでもっと早こんかったんや。面白いとかもう全部終わってもうたで。何言ってんのさ、まだ一番面白いことが残ってるじゃない。ああ、そっか、その通りや。どうしたかい？あの、一応見せてもらった方がいいと思って。携帯ストラップ。ああ、そうだったな。はい、これみやびの M。 アホやな、カイは。僕らの名前を知ってる時点で無関係のやつのはずないやろ。ほんまに臆病やな。それもそうね、ごめんなさい。